嬉しい。なんか それで言うならで出すあれじゃないけど、うん、なんか最近その麻雀にハマっていて、はい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 、で M リーガーのそのプロの方がめっちゃ教えてくれるんですよ。はい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 。でそう教えてもらうたびになんか変なときめきを最近覚えていて、その同業者には覚えないときめきを覚えていて、なんかあアンジュが毎回わちゃわちゃ言ってんのこれやってなんか勝手にどういうことわちゃわちゃ言ってるって何アンジュのわちゃわちゃ言ってるのどれだ私のこと好きだと思うんだよねみたいな言うやん。はい、よくちょ、うん、うちのイメージそういやなんかそういうことをよく言うじゃん、なんか多分好きだわ私のことあれはみたいな。はい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 、よくよくなるじゃん。両思いだわこれはみたいな、脈ありだわみたいな言いますね。そう、うん、何言ってんだってずっと思ってたけど、うん、これかってなって。えどういうこと、Mリーガーの方がユージェンさんのことを好きってこと、何の話してます。そう、え絶対好きじゃんと思って何の話マジで何の話いやマジでなんか取り合われてる僕と思って、みんなリュウシェンに麻雀を教えたくてしょうがないから。あしかも一人じゃなくていっぱいなんだ。そうだからえ僕どうしたらいいの、選べないよって思いながらずっと麻雀やってるんで、なんかあこれがアンジュの気持ちいいって思って、なんとなく最近直近で思ったアンジュさんの感情それだなってそうずっと言いたかったんだけどみんなが私をそう確かによく言ってる、少女漫画みたいみたいなずっと言ってるどんな感じ見てみるか、どういう感じでも配信なんだ。えあいやでも本当に意味がわからないと思うんですけど、その稲葉跳ねるっていう七シの子に、はいはいはい、七シインクの子に麻雀興味あるんだよねってか M リーグ興味あるんだよねって、はいはい、なんか配信でやってましたよね、うんうん、そうで M リーグってそもそも、まあ、サッカーでいう J リーグみたいな感じで、うん、プロの人が何か先発でドラフトで集められて、はいはい、なんかたくさんの人が見てる中で戦うっていうコンテンツなんですけど、はいはい、別に麻雀が気になってたんじゃなくて M リーグが気になってたんですよ僕は。あそうなんだ。そうだからサッカー興味あるんだよね、 J リーグ見たいんだよねって言ったのにサッカー教え込まれてる様子なんですよ今あそうなんだ。違うって思いながらも、でもいやでもサッカーできないと J リーグ見てもよくわかんないでしょって言われてるのと一緒で、あなんかせっかく見るんだったら麻雀も覚えないよって言われて、あじゃあやるかって言って、うんうん、その僕は麻雀高校に通うことにしたんですよ。なるほどなるほど。そうで、ああ麻雀高校楽しみだなーつって、校門前で跳ねると待ち合わせしてるからって、教えてあげるよ、麻雀教えてあげるよ、そういう配信しようって言われたから、はいはいはい、校門で待ち合わせしてるからあ楽しみだなーって言って、うんうん、校門着いたらヤッホーリュウシェンっていう稲葉跳ねるの後ろに M リーガーがいるっていう状況ね、まずあれ初回配信で連れてきたんですよ M リーガー。すごいな。そう、まあ、やってますもんね、そういう大会な、新域リーグとかで多分、ね、あそうですそうです、はいはいはい、新域の自分の監督を連れてきたんですよ松本さんっていう、はいはい、なんかなんとか組みたいな、あれなんかそうですそうです、やってますね、よう知ってますね、よう知ってるな僕何も知らなかったのに案外 VTuber 見てるっす偉い。それでなんでこんなところに松本さんがってなるじゃないですかまず聞いてないよってなって、はいはいはい、なんかずっと2人でなんか楽しそうにわちゃわちゃなんかなんとかだね、これからのリュウシェンの伸びが楽しみだねとか言ってるけど、僕はもう状況が理解できなくて、はいはい、どうなってんだどうなってんだって言いながら校門まで校門から校舎まで歩くわけはてなで下駄箱に、そう下駄箱に靴入れながら、じゃあ放課後またねって言われるわけ、はい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 、あらやばい放課後またやんだって放課後また麻雀教えるつもりだこいつら、日麻雀すごい、うんうんうん、だからその急いでその松本さんとか稲葉跳ねるが教えられるぐらいのザ初心者のレベルは抜けなきゃと思って、ツイッターで誰か麻雀教えてくださいって言ったんですよ。なんかちょっと麻雀詳しいよぐらいの人がなんか引っかかればいいなっていうぐらいの気持ちでツイッターでつぶやいたら、隣のクラスの群藤美玲が、はい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 、高春呼んできたよって言って高春の手みんなすぐエムリーが連れてくる。そう、いや こんにちはリュウシェンさんって高春が来てそうじゃないよってずっともう僕の中では少女漫画麻雀学園編が繰り広げられてて、でもこれなんか この感じあるよな、なんだこれ
アンジュだアンジュだじゃないんですよ、うん、ちょっとだけねあのアンジュの気持ちになれました。こういうことちょっとうちそこまでのはうち大体基本勘違いなのでもうそこまで言ったらもう完全にもう確信めいた顔してるから私もこれは本当にあったことで、うん、そうもしかしてとかじゃない、これマジなんだけどさつってそうマジかマジかもしれない。いやそうでも先生なら確かにその普通にスルッと連れてきそう。なんかあれクリスマス一